重い電子系は、ランタノイドやアクチノイドの化合物において、金属的な電気伝導を示すにもかかわらず、電気伝導を担う電子の有効質量が、自由電子の質量の数百倍千倍も、重くなっていると考えられる一連の物質群のことである。電子は、周りの電子や磁場との相互作用により動きにくくなり、見かけ上の重さが重くなる。すなわち有効質量の増大は、 電子間積力の効果に由来するものであり、数百倍千倍もの大きい有効質量は、ランタノイドイオンやアクチノイドイオンの持つ、極在性の高い F 電子間の強い積力に起因するものと考えられている。このため、重い電子系は競争間電子系の重要な研究対象の一つとして、現在も盛んに研究されている。有効質量が大きいこと自体も重要な、 研究対象であるが、それに加えて、重い電子系物質群の多様な物性が興味を引いている。有効質量が大きいということは、電子については、変歴性よりも極在性が強くなっていることを示している。電子の極在性が強まると、電子の持つスピンの自由度が現れてきて、K は時性を示すようになる。実際、重い電子系の中には、低温で、 磁気秩序を示すものがある。多くは反強磁性秩序であるが強磁性秩序やその他の磁気秩序を示すものもある。重い電子系状態からこれらの磁気秩序状態への変化や各々の,の,の状態の関係などが研究されている。また、電子間積力が非常に C にもかかわらず、クーパー体が形成されて超伝導を示す物質もあり、 そのクーパー体の形成機構の解明も続けられている。重い電子系は高温超電動体に必要な特殊な磁場を作ることで知られている。他にも低温で半導体的、絶縁体的な電気伝導を示す物質群もあり、重い電子系の中でも特に混同半導体、または混同絶縁体、混同半金属と呼ばれている。その例としてはサーヘスビー。 サーズ、セプーツン、セネースン、イブ12、SMB6、チェ3倍4 p t 3などが挙げられる。ありがとうございます。